2009年5月9日10日の2日間第19回日本臨床工学会がアスティ徳島と徳島文理大学アカンサスホールで開催されました。医療の急激な発展に伴い臨床工学技師への期待も高まりつつある昨今、本学会は次世代医療機器へのチャレンジ、臨床工学の立場からをテーマに、臨床の現場において次世代医療機器のあるべき姿を考察し発信していくことを目的に開催されました。5年未満の臨床工学技師の研究発表に理工学部臨床工学科の学生も参加、大勢の前で日頃の研究成果を発表するいい機会となりました。流量及びシリンジサイズについての考察です。高流量の場合は低流量より流量を多く送り出すため押し子の動く距離が大きくなります。また同じ流量を注入した場合でも上の 50ml シリンジと下の 10ml シリンジでは押し子の移動距離が大きく異なることがわかります。心電計は心疾患領域の検査において多くの医療機関で用いられていることと思います。部品の配置はほとんど変わっておりませんが、こちらの、緑色の枠の部分で囲ったところに広域遮断フィルターを追加しております。 SPO2 アナライザーを用いた応答性についての研究を行いました。弱脈、静脈、頻脈、老人、肥満における5つの症例パターンにおきまして誤差の範囲外の数値が表示されるという結果が出ました。シリンジは毎回変えたのか。また発表に関する質疑応答も行われ、お互いを刺激し合う良い場となりました。誤差が生じた原因にもなったのかな。教育として使われるというものなんですか、それとも実際に現場として使われるか。ゆくゆくは現場の方で臨床試験みたいなことを考えてはいるんですが、まだその原理を研究している段階ですので、そこまでは至っていない状態です。今回どの機種でも SPO290% 以下で精度が不安定だったと言われてましたけども、90% 以下でもパルスオキシメーターのモニタリングにおきまして数値が出ないっていうことが生じるという結果が出たんです。これでワークショップ1、5年未満臨床工学技師の研究発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。